やいや、それでなんで未だにそれが残ってるんですか。あ、そうだ、あ、だからまたそれ近くあるわけですか、はい、だからそのセッティングしてる、うん、それ、まあ、そのつぶやき削除すればいいんだよ、それリツイートしちゃえばいいじゃん。後でその消し方教えてください、参考までに。田中さんってメガネかけてましたっけ、うん、家でたまにかけます。家でたまにかける、はい、じゃあ視力があまり、コンタクトですか普段。コンタクトもしてないです、裸眼で見えないっていう中で生きておりそんなに見えなくないです、ね、どれくらいです、あの気晴らし月木、うん、あそこの日付とかは読めます、うん、ただ普通のもうネットの画面になったネットの文字は多分あ、なるほど、読みづらいわけだ、はい、というわけで、キブラジは何かと忙しいあなたにお昼のホットひとときを提供する気の抜けるラジオですと。今日は金曜日なので応用技術者試験講座ですということで、今週のキバインターナショナルと応用技術者試験講座ですね、やっていきたいと思います、はい、はい。じゃあいきます、せーの、キバラジということで、はい、まず今週のキバインターナショナルは例によってブログで振り返ってみましょう。今週の様子、はい、トマト持ってくればよかった、はい。今週はなんとトマト屋さんからですね、はい、脅威の、はい、びっくりトマトがいっぱい届きました。本当ですね、はい、スイカみたいなトマトもあるんです。スイカみたいな、あ、グリーンゼブラってやつですね。そう、グリーンゼブラ、ブラックゼブラ、ブラックなんとかってのもいるよ確か、うん、ありました、ありました、あれトマトの生地、これですね、このトマトがいっぱい、これこのパッとこうトマトとは思えない、やつがありますけど、これ全部トマト、20個30個食べたと思います。ああ、もう食べた昨日バクバク、すいません、はい、食べてしまいました。いやいやいや、結構美味しいですね、生で。多分何百個もあるんですよ、ね、うんうん、そうそうそう、いっぱい届きました、はい、2箱分ね、うん、でこれ、おっと、これじゃあぜひと、このただやっぱりこう送ってるので多少なんていうのかな、はい、うん、あれだと思うんですよ、新鮮ではない部分が若干あるのかなと思うので。昨日食べた感じだったらみんなうわすごい新鮮って言って、でもほら、取れたてとはさすがに、そうそうそう、取れたてとはちょっと違うかもしれないので、そんな田中さんにはぜひこれ、はい、このこれですね、これ、うん、トマト狩り、トマト狩り、なんかこう逆から入ったせいかもしれないですけど、はい、なんかこう親父狩りとかいう言葉があるじゃないですかだからトマト狩りって言うとなんか悪いことをするかのような、なるほど、印象を僕は一瞬持ってしまう。じゃあどんな名称だったらいいんですか。もぎトマト、トマトもぎ、トマトもぎトマトもぎだったら少し優しいかもしれない。なるほど、もぎトマトとか。そうですね、もぎトマトとか。それがトマトもぎ祭りとかにしたらいい。あ、そんな感じだと思う。田中さん割と祭りって好きだったような気が、なんとか祭りってよく言ってなかったっけ。祭りは言ってないですね、はい、全然。何でも短いと、うん、もう狩るっていうと、狩るっていうと、ザクっていう感じ、そうそう、ザクっていう、なるほどね、感じの印象を受けるわけですよ、はい、僕は。じゃあこれトマト屋さん聞いてないと思いますが、もし聞いてたら、はい、次回からトマトもぎっていう名称にしたらどうでしょうかという。トマトもぎもいまいち、いまいち、さっきのトマト祭り、うん、トマトもぎ祭り、もぎ祭りとか、もぎ祭りとかにしたらいいんじゃないかという提案がありました、はい、提案させていただきます。でこの辺は昨日もご紹介をした記事がいくつか、はい、ユーストにタイムラインを合成する方法とかなんかいろいろありますね。そんなことできるんですか。見てみますか。はい、ていうかなんかその天使が降ってくるような映像があるんですよ。こんなことがワイヤーキャストでできますみたいな。へえ。それは長谷川さんがこうやったらできる、ああやったらできるっていうのを議論してたのを小耳に挟んだんですけど、はいはい、一体どういうことなんだろうと思ってます。そんなこと本当にワイヤーキャストでできる。ワイヤーキャストで天使が降ってくる画像をどうにかしたい。そう。長谷川さんに少しどうやるのか教えてほしい。いずれ。いずれ。それかな。どれかちょっと忘れちゃう。これは分かんないですね。うん、これなんでしょうね。長谷川さんこれですか。天使が降ってくる画像。あ、これ。これ。ロンドン、ビクトリア。うん、鳩だ、うん。
なんかワクワクするな。ルックアップ。そう、これをワイヤーキャストでやるっていうのは、PC の方になんかアニメーションを設定しておくとか、動画を、ブルーバックの動画を設定しておくとか、そういうことですか、長谷川さん。僕はいまいち完全にピンとこないわけなんですね。へえ。こんなことできちゃうんだっていう。すげえ、うん。何これ？どうやってやんの？そう、これをできるってだけよ。長谷川さん嫌なやつだな。すごく。これ作ってよ。いや、昨日ね、お二人がいない間に、今回作ろうと思ってたんだけど。どんな素材があったらいいの？素材はね、これでパンダ振ってくるやつ作る。パンダとか振ってきたいね。うん。あ、足元まで青いこう動画があったらいいんだ。うん。うん。はいはいはい。へえ。へえ。ここから飛び降りればいいでしょ。なるほど。はしごみたいなやつから。なんかそういう感じのものをすれば。うん、じゃあぜひ、ぜひ作りましょうと、ぜひ見てみたい、ね、すごい作りたくてうずうずしてるんだけど、うん、他の検証とかいろいろあって、うん、なるほどね。今度キバラジ中に作るっていうのはどうですか。キバラジを1回分ある意味変な感じで、うん、そうそう、無駄にするというか、うん、青いやつだけで動画撮っちゃう。それむしろあんまり無駄じゃないっていう気がするんですけど、わからないキバラジ後で説明して明日見てくれみたいな。そうそう、やったらいいでしょ。なるほどね。そうするとできる、いいじゃないですか。全然やって、じゃあちょっと月曜日やってみたらいいわけでね、うん、あとね、それ全然別の、はい、余韻にしようかと思ったんだけど、はい、全然別の話で時間を使ってしまいました。絶対曇らないメガネを函館で買ってきたので、絶対に曇らない、曇らない、絶対と言い切ってしまった。絶対曇らない、すごい、ね、うん、すごい発明品をこう買ってきたので、これこれね、こうやってかけるとこれ絶対曇らない、はい、うん、あ、そうそうそう、そういうネタ、そういうネタ、うん、だからこれはネタがこうな、なるほど。あとはだからこうメガネか、普段メガネかけてない人でもこれやってるだけでメガネ気分超だって。確かメガネ気分はありますよね。確かに、そうそう、全然ほら、子供の、いや、見た目は子供、大人は子供ってわけわかんない話がある。え、そうなの？あの名探偵コナン。名探偵コナン、伊達メガネなんだ。うん。目がいいのに眼鏡かけないで、うん、クラッとしてこうやってレンズを抜いてる映像があります。あ、そうなんだ。へえ、じゃあこれなんだ。コナンと一緒なんだ。え、コナン君はなぜにそんなことをしてるんですか？あ、人相を変えたいわけだ。あ、そうなんですか。変装ですからね。なるほどね。じゃあというわけで今日も本編に行ってみましょう、はい、ということで、せーの、キバラジ、はい、本編、今日は応用情報技術者試験講座なんですけども、はい、ここ最近よくわからないわけですよ。あの、そうですね、UML とかね、オブジェクト指向とかよくわからないので、うんうん、ちょっと難しめの内容です。そう。でね、もうわかんないときはとりあえず問題演習をやってみようと、はい、それしかないなと思ったので、ね、今日は問題演習にしてみたいと思います、はい、こちら、はい、UML2.0 においてオブジェクト間の相互作用を時間の経過に注目して記述するのはどれですか。アクティビティ図、コミュニケーション図、シーケンス図、ユースケース図と、こんな問題が出てるわけですよ。これはね、ね、はい、時間の経過に注目。そうそう、平成22年度春季合前問題44番目、うんうん、ということなんですよ。これはあれじゃないですか、時間、
シーケンス、そうそう、これ一応この問題だけだったらなんとなく日本語でも解けそうなんですね、はいはい、その時間アクティビティとかコミュニケーションとかユースケースとかってなんかこうこの中で時系列が入ってそうなのってシーケンスかなって、まあ時系列っぽいですよね、そうそうそう、一番、なのでこれなんですけど、まあ日本語だけでもなんとなくこう問題解決できそうなんですけど、実際にじゃあ、はい、それだけだとねこうモヤモヤした感じが残るので、うん、実際にじゃあどうやってこの正解はなんでシーケンスが正解なのかっていうのを見てみたいと思います、はい、シーケンスってそもそもどういうものってなんとなく分かります？うん、一応イメージは、あ、なるほど、あ、じゃあそこまで分かってるみたいです、ちょこっとある、しかしそうそう自信がない、シーケンス図、まあこんなわけですよ、まあ、これですね、これがシーケンス図なわけですよ、よいしょと、システムの動的な振る舞いを示す図っていうこと、はい、まあ、こういうふうになっていくよって、こう軸が2つあるんですね、こういう流れと実際にこう縦にこう処理が進んでいく流れがあるので、そういうわけでさっきの問題だとオブジェクト間の相互作用を時間の経過に注目してくるというわけですね、これは左から右だからそれがオブジェクト間っていうことになります、そうですね、これがそれぞれオブジェクトっていうことなんですよ、リストとか定員とか管理画面とかって書いてあったりするわけ で逆に、はい、さっきの、ま、間違った選択肢っていうのかな、はい、例えば、アクティビティーズとかっていうのもこれも検索してみましょうか、はい、うん、そうするとこれは逆に何でしょう、はい、分からない、シーケンス図だなってのは分かったんですが、それ以外でアクティビティーズっていうのは何かっていうふうに見ていくと、こんな振る舞いを表すのに用いられるフローチャート、フローチャート、こんな、これですか、これだということですね、うん、これなんかあんまり見たことないですね、ここよいしょっと、解説を見るとシステムの流れを示すと、まあなんかこの丸とかこの四角みたいな、こんなんで、はい、こういう処理をしてるよっていうのを流す、もう黒が塗りつぶされてるのとちょっと二重丸っぽいのは意味があるわけですか、うん、アクティビティーズとしてしてあるんじゃないかな、多分ね、うん、まあ、なんとなくこんなやつだっていうことだとか、はい、その相互作用と時系列がどう入って、なんとなく時系列だけっぽい感じっていうのかな、相互作用がよく分かんないっていう感じなので、まあこんなのとかなわけですよ、というわけで、まあ、さっきの問題だと、うん、シーケンス図が答えになるということで、 なので、まあ、なんとなくそれぞれの図がどういうふうになってるかっていうのは大体分かっ、なんとなく分かってれば、はい、一応問題は解けそうだなっていう感じはする、うん、でね、その他 UML に関してのようなやつだと、はい、あんましなかった、ごめんなさい、UML 単体だとね、そんなに質問ないみたい。そもそも UML っていうのは、まあ、図というか考え方の考え方なので、うん、これのその単語を聞いていくのはあんまりなさそうだなっていう感じですね。うん、で、じゃあ、その次、はい、このオブジェクト思考っていうやつに行ってみましょうか。はい、来ましたね。こんなオブジェクト思考の特徴、これ問題文一番上だけね、オブジェクト思考の特徴はどれかのがあって、はい、よいしょ。オブジェクト思考モデルは、モデルでは、ね、抽象化の対象となるオブジェクトの操作をあらかじめ指定しなければならない、うんうんうん、カプセル化によってオブジェクト間の相互依存性を高めることができる、クラスの変更を行う場合にはその上位にある全てのクラス変更が必要となる、継承という概念によってモデルの拡張や変更の際に、変更部分を特徴化できると、うんうん、さあどれがオブジェクト思考の特徴ですかという問題が出てきます、これもまあ日本語の問題ですね。オブジェクト思考っていうのは何で出てきたかっていうのが分かると、はい、分かってればこれは解ける系のやつなんですけど、これは一番最後の局所か、そうですね、うん、そうですそうです、やつじゃないですかね、何も知らなくても解けるんですね、何も知らないことはないと思うけどね、うんうん、だいたい何でできてたかが分かれば、うん、完全にオブジェクト思考よく分かってなくてもこの問題なら解ける、うん、まあ、例えば抽象化の対象となるオブジェクトの操作をあらかじめ指定しなければならないと逆ですよね、うん、はい、
はい、こういうことがなくてもできるように作ってあったとか、カプセル化によってオブジェクト感の相互依存性を高めるっていうのはこれは逆です。逆です。まあある意味こういうふうにして紛らわしくは少しされてはいますね。そうそうそう、逆でございます。うん、でクラスの変更を行う場合にそのクラスの上位にある全てのクラス変更が必要となる、うん、そういうのはならないように作りたかった。非常に面倒くさいですねこれは、はい、思考であるとかですね、うん、で継承という概念によってモデルのオプティムということでこれ一番下が正しいですよ、うん、なるほど。逆に言うと、まあ、こういったこととかこれの何で間違いなのかっていうのを覚えておくとこれもこれでできそう。午前問題はこんなもんっぽいんですよね、うん、であとまだ時間があるんで、はい、他で言うと異常っていう形やつはどれだと、はい、異常、うん、オブジェクト思考における異常っていうやつ、はいはい、譲り受け前兆、あ、そっちの異常、はいはいはい、ね、じゃあ異常って漢字だけ書いておこうか、はい、いや、しっかりよいしょ。オブジェクト思考における、そう、おっとスライドだけ挿入したいんだけどな、挿入スライド番号違う、パワポのバージョンがいつも使ってるやつと違うのでよくわからない。それでやったか、よいしょっと、異常、うん、これね、これでその異常が3番目に出てきますかって一瞬思いましたその変換で、あ、なるほど、うん、あのさっきの異常、うん、何々よりも上、この異常というのは何かっていうのを聞いてきて、正しい適切なものはどれですか、はい、あるオブジェクトが複数のオブジェクトから構成されていることを異常という、うんうん、その2、あるオブジェクトに操作を適用したときに関連するオブジェクトに対し、対してもその操作が自動的に適用される、うんうん、3番目、はいはい、あるオブジェクトに対する操作をその内部で他のオブジェクトに依頼する仕組み、うんうん、下位のクラスが上位のクラスに属性や操作を引き継ぐ仕組みという、うん、3番目と4番目が怪しいですね。3番目は内部で4番目はその下のクラスにでしたっけ、そう、ね、下の3番目が、はい、あるオブジェクトに対する操作をその内部で他のオブジェクトに依頼する、うんうん、内部で他のオブジェクトに依頼する、うん、が3番目、4番目が下位のクラスが上位のクラスの属性や操作を引き継ぐと書いてありますね、うん、そうか、じゃあやっぱ3番目ですかね、3番目ですね、これも言葉的、はい、言葉の日本語の問題ですね、なってきますけど、はい、だから継承とか異常とかっていうその名前が分かってて、はい、その言葉の名前が分かってればなんとなく、まあそうですね、じゃあね、これ嫌なのはね、はい、あのさっきの継承の話があるじゃないですか、はい、これがこれ他の問題だと、はい、継承って書いてあれば分かるんですけど、はい、オブジェクト思考におけるインヘリタンスの説明はどれかって書いてあるんですよ。それは英語にしたわけですね、そうそう、継承を継承を英語にしてやがって、はい、で答えはこれは、クラス規定クラスで定義したデータ構造と手続きをサブクラスで引き継いで使用するだから、なるほど、ああ確かに継承なんですけ ど, なるほど、インヘリタンスってホイッと出てくるんで、はい、継承だったら何となくこう、あ、これ継承、他の選択肢が例えば、うん、オブジェクトのデータ構造や値を隠蔽しオブジェクトの外部から直接内部のデータにアクセスできないようにするとか、うん、あ、全然継承じゃないやとか、なるほど、分かるんですけど、インヘリタンスって書かれてると、はい、なんだこれってなっちゃうと分かんなくなっちゃう、ちょっと難しいですね、オブジェクト思考における継承はインヘリタンスとも呼ばれます、なるほど、これ21年の問題ですね、うん、じゃあそれは覚えておいた方がいいわけですね、インヘリタンスイコール継承だと、そうそう、だからね、どんなメリットがあるかっていうのを、はい、問うていくのが多いみたいで、はい、その他にも、オブジェクト思考においてクラスをカプセル化する利点は何か、カプセル化の利点、カプセル化の利点、そう、うん、でいきます、インスタンス変数名を変えてもクラスの利用者に影響しない、うんうん、クラスのインターフェースを変えてもクラスの利用者に影響しない、クラス名を変えても、クラスの利用者に影響しない、うん、メソッド名を変えてもクラスの利用者に影響しないと、だから何かに影響しないんですよね、何かを変えても何かに影響しないのがクラス名の利点なんですけど、うん、はてそれは何が何だっていうことなんですね、この問題は若干難しい気がします、ね、うん、日本語だけじゃ分かんないですね、はい、何がどういうカプセルかなの、2番目だったからクラスのインターフェースを変えても2番目はクラスのインターフェースを変えてもクラスの利用者に影響しない、うん、まあ、インターフェースを変えるっていうのはせいぜい、あ、でもそれがカプセル化と言われれば、それがカプセル化と言えばそうではないかっていうとちょっとね違いますね、確かに、うん、とにかく影響を与えないっていうことはまず分かるんですが、外部に公開されてる仕様のことがインターフェースなので、そうですね、
で、他はインスタンス名、インスタンス変数名を変えても影響しないとか、インスタンス変数、クラス名を変えてもとかですね。うん、まあ、クラス名はまた別の話っていう感じなんです。やっぱインスタンス変数ですか。そうですね、そうです、そうです、そうです。インターフェースは外部との仕様だから、それは当然そんなところを変えたら影響はするよねっていう話とかなんですけど、そのクラス の, その中を変えてもそのインターフェース一緒だからっていうのはクラスカプセル化のメリットのようなので、答えはアになる、はい、まずインスタンス変数っていう言葉が若干僕にとって難しいものがあるんですけれども、うん、 そ, ね、その辺とかはちょっと単語を覚えとかなきゃいけないなっていう、はい、まあ、そういうのにこう惑わされないようにっていうレベルでですね、はい、うん、であとはなぜかっていう利点を覚えておけばなんとかなりそうですよということでした、うんうん、はい、ということで、じゃあ今日はですね、はい、じゃあ余韻タイムで、はい、あとはあの来週長谷川さんがなんか天使が降り注ぐ映像を作ってくれるそうなんで、それは期待です。パンダだけ、パンダ天使。今日ね、今日皆さんにご紹介したいのはスナドリネコ、はい、スナドリネコ、そう、あのね、魚を食べる、ネコ科の動物で魚を食べる、うんうん、生き物らしいんですよ。え、それは、はは、まあ、見てみます。砂取り猫、どういう砂取り猫、そうね、砂かけババアとかそういう類の系列ではないわけです。そうで、ね、砂取り、はい、さらにもう一つボノボノっていうね、動物が何というかこう、はい、出てくる映画、アニメ、漫画、漫画、もともと漫画とありました、ありますか、はい、昔映画にもなりました、はいはい、っていうのがありまして、ここはね、例えばこれスナドリネコさん出てこないかな、こんなんなんですけどね、はい、ボノボノは、ボノボノ、これは珍しいものが出てくるんですか。じゃあこれはアライグマ、シマリス君とかね、ひどいですでね、これにもスナドリネコさんというのが出てきまして、はい、あ、いたいた、これスナドリネコって動物なんだか分かんないじゃないですか。うん、分かんないです。でも僕はこの漫画でスナドリネコっていうのを名前だけ知っててですね、はい、うん、あ、これどこに出てくるんだろう、名前聞くと猫なんですね。そうそう、猫、うん、どの辺まで行ったらスナドリネコさん出てくるかな。あ、これこれこれなんですよ。ほうほう、このなんていうかこう子供のボノボノとかシマリスとかアライグマは子供たちなわけですよ、はい、で、まあ、導いてるわけじゃないけどこう、まあ、ちょっと大人的なスタンスで出てくるこの生き物がスナドリネコなんですけど、はい、まあ、なんか虎っぽいみたい な, なんかこういう生き物なのかなと思ってたんですよ。ぱっと見僕狐かなと思ったんです。狐とかね、うん、そうそう、こんな感じだったんですけど、うん、実際のスナドリネコというのがね、はい、あったのでこれを見てみるとこんな感じで結構可愛いんですよ、スナドリネコ。ほうほう、あ、本当に。ほら、猫っぽい。猫っぽいし、ヒョウっぽい。ヒョウっぽい。うんうん、スナドリ、名前の由来は何ですか？分かんない。スナドリ。スナドリ。砂を取る。なんでしょうね。そんな時はウィキペディア見てみましょうか。はい、スナドリネコ。スナドリネコ、ウィキペディア。うん。長谷川さん知ってましたか？スナドリネコ。知らない。食肉目。まあ、猫科なんですかね、見た目は。スナドリネコ、リョウネコ、インドネシア半島、フィッシングキャットですね、英語名は。だからスナドリってのは何だかよく分からん、うん、日本語の方なんですよね。インドネシアの島々からインドシナ半島、中国南部、インド地域にかけての小宅地に生息する猫科動物であって、特筆すべき、うお、マウスが動き、特筆すべき、うお、うお、魚食動物である、魚食うんですよ、はい、
猫が魚を食べること自体はなんかそんなに珍しくない。あ、なるほど、量をする、どこに書いてあるの。あ、本当だ、故障、じゃあ川に突っ込んでいくわけですか。そうそう、和名はフィッシングキャットの意訳で量をするの意である砂取るの名詞形。あれを砂取るって言うのに、なるほど、なるほど、合成語であり砂取り猫で、あれを砂取るって読むことがすごいびっくりですね。猫科では珍しく鍵爪を引っ込めることはできないが、これを鍵を収めるための鞘の発達が悪いと。なるほど。でね、なんかじゃあ砂取り猫、これも動画で見てみましょう。えい。でてて。天王寺動物園とかにいるらしいですよ、砂取り猫。天王寺、大阪ですか。大阪の。うん、ね、これが。どうしようかな、これじゃない方がいいか。あんま可愛いような感じのがなかったな。あれ、どこまで行きましたか。戻りすぎた。どうやって撮るのかが少し興味があります。そうそうそう、うん、でもね、え、写真ぐらいしかないんだよな。撮ってるとこ見たいんだけどね。なりませんでした。うん、ぜひ見たいんですが、なるほど。画像で探してる間に、例えばこれ、はい、これは泳いでるところですけどね。そう、あ、泳い、そう、どういうふうに撮るのかっていうのは、岸辺でこうカシャッカシャッてやるのか、自らもうザブンと入る、ザブンと行ってるっぽいですね。そう、それでどうやって撮るんですかね。わかんない。まあ、うん、もっと水の中ではこう割と俊敏に動くんじゃないか、本当ですか。そんな猫すごいですね、思われるんですけどね、うん。やはり撮ってる動画を見たいですね、これはね、うん、ぜひ見たい。探してる間に何だったか忘れましたけど、はい、北キツネだか北極キツネだったかの餌の取り方をふと思い出しました。え、そうなの。なんか、まあ、氷の上で生活してるわけですよ、うん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 、でなんかこう丸を開けて、うん、くり抜いて、うん、穴を作るわけですよ、で下に魚がいるじゃないですか、うんうん、でそのキツネはこうやって指を突っ込んだりするわけじゃなく、うんうん、魚がこうピシャーンって跳ね上がるのをひたすらこうやって待ってるで上がってきたら本当にらしい噂も、本当にそれも今検証したい。だからずっと日がない一日待って、もしパシャンってきたらこう取るっていう。パシャンって来るの、魚が穴開いてる。分かんないです、でも来るらしい。なんかそういう取り方をするキツネだったかクマだったかちょっと忘れたんです、そういうのがいるらしい。その話すげえと思って、自然の中でそんなことを今この時もやってるキツネだかなんだかがいるかと思うと僕はすごいと思って。まあ僕引っ掛けられたかもしれません。でもテレビで確か言ってた、そういうふうに。キツネ、はい、北極キツネだったかなんだったか忘れましたけども、キツネ魚ぐらいじゃダメだろうな。うん、北極キツネなんだっけな、ちょっと忘れたんですが、量とかも入れてみようか。キツネが氷に穴を開けるっていうやり方自体もよく分かりませんしね、その穴を見つけてくるんだったか。本当かな、キツネ、キツ、しかも氷下手をしたら穴を開ける、キツネじゃなかったかもしれない。北極でもなかったかもしれない、寒いところであることは間違いないんですけど。本当これはでも何かありました。これはでも、あ、違う、これ昔話だ。氷の上に行って穴を開けて、はい、そこに尻尾を入れてじっと待ってるんだ、ちょっと痛いけど気にしちゃダメだよ、魚が食いつくんだ、じっと我慢していれば魚がたくさん食いつく、そしたら思いっきり引っ張るんだ、クマは言われた通りにやって、うん、これはこれで気になる、昔話ですよ。なるほど。気になるけど嘘っぽい、うん、ちょっと嘘っぽいですよね、自分で流した情報ですけども。それ誰か追加情報を求むって感じですよ。求む、うん、キツネが氷に穴を開けて、うん、魚を待つかっていう。だって魚、そんな待ち方ありますかね、餌も何もなしに、ね、そうそうそう、穴を開けてれば魚がだって、はい、信じられない。魚がだってそれ、はい、水中穴ぐらいなんですよ、垂直に乗ってこう押くなったらいいんだけど、はい、こうペタってなったらその魚だって死んじゃうじゃん。そうですね。へ、なんか光を見たら
突っ込んでくる魚がその北極圏にいるんじゃないでしょうか、ね、いるってことですよね。そうでもなければそのやり方が成り立たないんで、ね、はい、いやちょっと気になるわ、はい、ということで1時過ぎたので、うん、はい、そこは追加情報を求むっていう形で、はい、はい、